衆院選を振り返りますと、まさに歴史的な勝利と言っていいかと思います。実に議席の3分の2を大きく超えています。民事党が国民の民意を得たと、その分大きな責任を背負ったと受け止めております。総理、青木幹事長の果たした役割についてはいかがでしょうか。大変大きかったです。荻窪さんの引退から間もなくの衆院選でしたし、青木さんの功をなくしては語れない選挙でした。青木幹事長、今の総理の言葉を受けて一言お願いします。今回の選挙で民事党は大きく変わります。この国を良くしたいという我々の思いは、中身を伴ったものとして国民の皆さんに実感できるようお届けします。これまで深く切り込まれなかったグレーゾーンをはじめ、既得権益や天下りにただ乗りする者たちも皆白日のもとにさらします。私のこうした理念は、かつて20年前にブリーチジャパンを創設した時から一切ブレてはおらず。何？幹事長、あの速報はどういうことでしょうか。殺人で逮捕状とありますが。いえ、どういうことだかと。手違い。そう、何かの手違いです。記者の皆さん落ち着いてください。何かの手違いが起きたようで。青木幹事長、青木亮という名は本当の名前じゃありませんよね。そうですよね幹事長。ちょっと幹事長、説明お願いしますよ。あなたの本名は荒川雅人。先日横浜で殺された暴力団組長荒川雅美はあなたのお父上ではありませんか。すみません、決まりますよ、ご退場を。幹事長、幹事長、待ってください。幹事長、説明してください。荒川雅人って名前に聞き覚えありますよね。青木亮は偽名ですよね幹事長。だから天道とは電話が繋がらないんだ。もう何度もかけてる。荒川組の事務所も誰も出ない。でそっちはどうなってるんです。総監、私に逮捕状って一体。確認中です。そのニュース速報というのも確認が取れていません。テロップは民主党本部のモニター画面にしか出ていなかった可能性があると聞いています。仮にそうだったとしても、それをテレビ中継してたんだから同じことでしょ。多くの国民があのテロップを目にしたんだ。誰が何の目的であれを流したのか、早急に説明をつけなくちゃならないんです。とにかく今は軽率に動かないことです。ミレニアムタワーへ行くのも避けるべきかと。そうはいかない。一番が、春日一番が、もし荒川組で証拠を抑えていたら後始末が厄介でね。その時はそっちにもいろいろ骨を折ってもらうことになります。後で動かなかったことを後悔しても遅いんだ。天道の親父とはまだつながりません。今連絡のついた若い衆はミレニアムタワーへ向かわせてます。いいだろう。俺のそばで護衛につくのを何人かに絞れ。ええ、わかりました。これを一番がやったってのか。あの一番が。天道。へ、どうも。なんで
ずっと電話に出なかった。見ての通り、ちょいと忙しかったんですわ。沢城の隠してた音声データは？ありまへん。そいつのブラフやったんです。ブラフ。あ、そうか。ハッタリだったのか。そうか、そうだったか。ふん。で、一件落着でっか。いや、まだだ。こいつらにはまだ他に仲間がいるはずだ。開票に合わせてニュース速報のテロップを流させた奴がいる。偉人町で姿を消してからこいつらをかくまってた奴もな。でも、もうこんな肝を冷やすような思いはたくさんだ。で、どうせと。全員見つけ出して殺せ。データ死体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。どうだい、俺の演技力は。なかなかの役者じゃねえか、カスガ。だろ？今度オーディションにでも行くから。どうでした、俺の芝居は。一番。お前、なんで。わか、まだ続きがあるんです。天道、どうも脇が甘いですね、青木先生。あなたは外から雇われただけの私を使い捨てにしようとした。は？何を言っている。一体何の話を。天道が二人？さすがだな。ミラーフェイスとはよく例えたもんだ。ミラーフェイス。いろんな人間に姿を変える私の通り名なんですよ。いや、しかしこれってスクープだよね。青木亮、春日一番とその仲間を殺害するようヤクザたちに命令。大スクープだわ。素晴らしい映像が撮れましたね。早速ネットに流出させてしまいましょうか。よせ、やめろ！バカ！もうここまでですよ。潮時です。一番、てめえがこの絵を全部描いたのか。若にブラフの音声データの存在を伝えたのは天道を呼び寄せるためでした。でも若、あんたもきっとここへ来ると俺はそう信じてました。あんたも俺をよく知ってるように、俺もあんたという人間をよく知ってますから。ふざけやがって。若、あんたを止めるにはもうこうするほかなかったんです。あんた、もう自分自身でも止まり方わかんなくなっちまってんでしょう。何？知事になって昔自分をバカにした連中を見返して権力者になった。でもそれで何が手に入ったんです。今のあんたには大事な人間もいねえ。あんたのことを大事に思ってくれる人間もいねえ。持て余した権力に目がくらんで、てめえが何をなくしたのかも分かってねえ。ならその先は、手にした権力守るために邪魔なもん全部消し続けるだけの人生だ。そんなもん望むほどあんたバカじゃなかったろ。
知ったような口を聞くな。でもそれが事実だろう。事実だとしても俺は前に進むだけだ。誰も俺を止められやしない。いや、俺が止める。絶対に。やれ、こいつら全員ここで始末しろ。Ich sollte aber besser eine neue Aufnahme starten, weil die ist jetzt schon 2 Stunden lang. Sonst habe ich Probleme beim Schneiden. Puh. Warum war seine Leiste weg? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Bosskampf jetzt heftiger wird als das, was davor war. Ich wechsle aber trotzdem mal Eri aus. Gegen Jungian. Na komm, machen wir Leiterakrobatik. Gerade weil es so viele sind, glaube ich nicht, dass das so schwer wird, dieser Kampf. Mal gespannt. Vielleicht hat Aoki oder eher gesagt. Er hat auch schon Schaden gekriegt hier. Tenno war ja eigentlich der finale Boss. Das hier ist nur so ein. Möchte gern Boss. Wer weiß, this is not my final form. Er verwandelt sich noch in einen Engel des Todes oder so. Aber ich merke schon, dass selbst Aoki hier. Oh, er kann neue Leute rufen. Ach, das soll sein Schutzschild sein, nicht zu treffen? Ah, wahrscheinlich soll man nicht an ihn rankommen, ne? Aber ich kann alle angreifen, damit hat das Spiel nicht gerechnet. Man kennt das hier, ja! Sephiroth 2.0, ne? Ach, stimmt ja. Das ist sehr effektiv gegen alle. Tschüss! Zeit für Kiryu!
da ich ihn in der letzten Runde nicht effektiv nutzen konnte. Ich wähle dich, Kyuubon! Oh, diese Musik. Aber ich muss sagen, diese Musik hat was von Final Fantasy 13. So ein bisschen. Alter! Da liegt er erstmal. Okay. Er widersteht Klingen. Verstärkung? Das ist aber nur einer, mein Freund. Pass auf, der ruft gleich hinterher wieder. Keine Ahnung, hier kommt gleich ein Obermacker wieder hier so. Auf einmal steht Tendo wieder da. Ach komm, wechseln wir mal einfach aus. Namba darf auch noch mal ein bisschen prügeln. Und wisst ihr, wer noch prügeln darf? Genau. Der Dojima darf auch mal wieder ran. Ich hatte mal über 20 Millionen. Ich weiß, brauche ich jetzt nicht mehr unbedingt, ne? Aber... Aber schade um das Geld. Um die 6 Millionen, die er mir abgezockt hat hier. Nintendo. Sieht aber trotzdem noch gut aus. Ich finde, diese Stärke für einen Boss ist angenehm. Er ist jetzt nicht so overpowered krass wie der letzte. Okay, er ist gegen Prügel schwach. Ja,
私の番ですね。Warum mache ich da nicht das? Darf ich es beenden? Los, wir beenden es zusammen als Team!Dropkick! Der lebt ja noch! Was? Der tausend... Was? Dann Essenz des Rollmischers! Warum stirbt er nicht? Der hat doch keine Leiste mehr, hallo? Okay. Er flieht. Aber wo will er hin? Aufs Dach! Aufs Dach will er! もう少し若ければもっと動けたのにな。体が言うこと聞かないわ。さすがにきついね。みんなしっかりしろ。そうだ、手当てを。俺らのことはいい。それより一番早く青木を追え。Das ist kein Yakuza, ja, das stimmt. Aber im letzten Teil, also im sechsten Teil, war es ja nicht auf einem Dach. Und in Zero war es ein Schiffsdeck und das war auch ein Dach eigentlich. Aber es war wirklich sonst immer auf dem Dach. Selbst in 5, auch wenn der finale Kampf nicht ganz auf dem Dach war, aber Saejima gegen Mashima war ja auch auf dem Dach. Und das war auch ein finaler Kampf. Man kann es dazu zählen, ja, weil es offen war, ne? Weil höher ging es ja nicht mehr als da. Heißt das, wir kämpfen jetzt alleine? Alleine? Alleine wie... Allein? Allein, allein. Allein, allein. Oh Gott, wo lang? Dach! Da geht's hoch! Los! Aufs Dach! Finale! Naja... Ganz Dach ist es nicht. Ore to Sashi nara marugoshi demo kateru tte. Choushi ni noru na! Jetzt müssen sie das alte Kampfsystem wieder reinmachen, das wär's. Mukatsuku niyakezura. Utsubushite nido to waraene you ni shite yaru yo. Aber Quatsch. Den Kampf werden wir. Natürlich. Diesen Kampfsystem. Ernsthaft? Aber das ist doch gar nicht gelevelt.
Diese Essenz kannte ich. Release German Suplex! Alter! Okay, ich muss sagen, so gefällt mir der Bossfight doch sehr gut. Dropkick! Rüpel! Das sind so voll die Kiryu-Moves irgendwie auch. Schwitzkasten nur! Atomic Drop! Ja! LOL! Er macht voll Kiryu nach. Was? Willst du mich verarschen, Junge? Hier! Ich hab noch einen Trumpf! Aber das tat mir ja! Das war ein richtiger so. Jetzt geht's los, Sojima! Okay. Oh Gott. Oh Gott, o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 h Gott. Also ich muss sagen, der finale Bosskampf hier überrascht mich jetzt doch, dass der ziemlich interessant gestaltet ist. Da ist das Rundenbasierte schon wieder... interessant. LOL, erstes Quicktime in diesem Spiel. Da draußen wird noch weiter, da wird noch gerade weiter gekämpft da unten. Nein!生まれ変わったんだよ。だから。
だからそれが何だってんです。だから俺はこの日本を綺麗にしてみせる。それを俺はできるんだ。多くの人間がそれを、正義を望んでいるはずだ。でも実際のあんたは好き放題やって他人にケツ吹かせるしか能がねえ。なんだと？今のあんた、どんな人間であろうとちょっとでも邪魔になりゃすぐ使い捨てる。この先もあんたの言う正義ってやつで、おやっさん殺したみてえに何人でも平気で殺すつもりだろう。ほっときゃ沢城の頭だって殺されてたはずだ。ずっとあんたに尽くしてきたあの人まで。人間にはな、二つの種類がある。使う側と使われる側。つまり替えの効かない人間と、いくらでも替えがいる人間だ。なんだと？あいつらは所詮使われる側の人間だ。俺とは違う。だったら使われる側は犠牲になんのも仕方ねえってことかよ。多少は分かってきたか。ふざけてねえ！てめえと俺は同じ日に生まれた光と影みたいなもんだ。もちろんてめえが光だぜ。昔からてめえは俺にねえもん全部持ってた。本当に初めから全部持ってたのに、なんであんたそんな人間に。警察だ！全員そこを動くな！カスカ、ただの警官じゃねえぞ。総監の息がかかってるはずだ。指示。ここで一体何が？あんたは一からやり直すべきだ。いや、やり直さなきゃならねえ。一旦全部捨てて、どん底からやり直しましょうよ。若なら、どん底からまた這い上がれますって。そのためなら、俺も昔みてえに、ずっと、いつまでも、そばにいます。それがおやっさんに、俺が組に入ってからおやっさんにずっと頼まれてた仕事なんですから。俺たちを殺すために偉人町で爆弾使ったのは天道だ。その命令はこの青木亮から出された。そして死に損なった俺らを見た青木亮の反応が、それでこいつらにはまだ他に仲間がいるはずだ。開票に合わせてニュース速報のテロップを流させた奴がいる。偉人町で姿を消してからこいつらをかくまってた奴もな。でももうこんな肝を冷やすような思いはたくさんだ。で、どうせとも。全員見つけ出して殺せ。出た死体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。
その映像はすでにネットへ上げられています。民事党にはアンチも多いようで、多くの人間が瞬く間に拡散させていますね。警視総監の判断を仰ぐ必要があるかとは存じますが。あまりいい状況ではありませんね、知事。ひとまずここは出ましょう。署までご同行いただけますか。一緒に一からやり直そうだと親父がどうの、杯がどうの、俺は昔からヤクザのその家族ごっこが大嫌いだった。義理だ絆だと仲間意識を押し付けてくる、鬱陶しくて仕方ねえんだよ。銃を下ろしてください、若。警官を人質になんて取ったら、いくら若でも殺されちまいます。俺はもう家族が死ぬのは見たくねえんです。家族？笑わせんな。誰がてめえの家族だ。若が何と言おうと、俺にとって若は家族なんです。生まれて初めてできた友達なんす。なのに俺はあんたが暴走すんのを止められなかった。そして親さんはもう帰ってこれねえ人になっちまった。でも若はまだ帰れるところがあります。帰ってきてください。お願いですから。そっくりだな。え？つくづく何から何まであのクソ親父にそっくりなんだよ、お前は。そういうところが昔から好きになれねえんだよ。